いいな、いいな。まだ言ってるの？いいな、いいな。諦めなさいってば。リカちゃんの別荘、羨ましい。確かに広くておしゃれで気に入ってるけど、一人で生活するのは寂しいわよ。そういうもんかな。キャラメルちゃんにお願いしてみたら？よし、ダメ元で言ってみる。ああ、言ったものの、なんて言おう。メルちゃんのために家買ってくれない？ノリが軽いかな。どうかお家を、大人の階段を登りたいであります。キリッ。なんか違うな。もうちょっと言い方考えよう。たったいま。メルちゃん何してるの？はキャラメルちゃん帰ってきちゃった。キャラメルちゃん。キャラメルちゃんのお家を買いたいであります。あれ？メルちゃん急にどうしたの？あ、来た来た。ちょっと待っててね。間違えてキャラメルちゃんのお家買いたいって言っちゃった。メルちゃんお待たせ。便利な世の中だわ。それ何？あ、これ？キャラメルちゃんのじゃないけど、メルちゃんのお家ならネット注文したよ。わあ、なんでメルちゃんの言いたいことわかったの？ありがとう。てなわけで早速開けてみよう。よいしょ。何が出るんだろう。まあ家か。あとは、おー、大きい大きい。え、思ったより大きいよ。いきます。せーの、オープン。シャ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 。ん？シャ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 。わあ、わあすごい。あの殺風景だった背景が超にぎやかになった。このドアはここにつけるらしい。難しいな。これ大人の人にやってもらわないとできないかも。キャラメルちゃんも大人だけど。できん。3分ぐらいかかったけどできたよ。よし、クマさん宅配便と、あとはがきと新聞紙も入ってたよ。あとはハンガー2本とテーブルはここに置いとこうかな。床のシートにはキッチンと洗面所、洗濯機とかある。お風呂でしょ。あとは寝室にベッド2つ、メルちゃんとネネちゃんかな。あとリビング、外側にはお庭もあって、ドアに、あ、ポストもある。こういうことだよね。すごい。ちゃんと家の鍵までついてて、今開かないんだけど、こうくるっと回したら開くの。ほら、すごくない？何より嬉しいのは、ハンガーをかけるところがあるの。でも2本じゃ少ないから、プラスで5本買ってきたよ。全部で7本何かけよう。なんだかんだで増えちゃったんだよね。メルちゃんはどれをかけたい？そうだな。おしゃれ着はかけときたいかな。じゃあやっぱりまずはドレスかな。よいしょ。おー、こんな感じか。じゃあちょっとかけてみよう。まずは魔法使いドレス。次メイクアップメルちゃんのドレス。で、これねねちゃんのベビードレス。これなんだっけ、なんとかのドレス。おめかし、あれなんだっけ、ドレス。で、これはなんだっけ、ドレス。わーい、テンション上がる。でもあと2個あるよ。じゃあ浴衣と雨がっぱにする。これでよし。おー、いいね。でもまだたくさんあるよ。なぜか青くんのまで。そうだな、特に上下セット困るんだよな。パジャマハンガーにかける人いないでしょう。あ、そういえばいいもの持ってた。これ100均のなんだけど、挟めそうだからちょうどよくない？サイズも、お、いい感じかも。これで、よいしょ。よいしょ。お、ぴったり。よし、いいんじゃない？ちゃんとハンガーポールにもかかった。よかった。だからパジャマをかける人いないってば。よし、これと、これ。よいしょ。青くん何着てんの？セクシー。風の季節かな。メルちゃんよかったね。いっぱい服かけれたじゃん。でもまだネネちゃんのがあるよ。じゃあ今度ハンガー作ってみよっか。やったー、作ってみたい。あ、そうそう、このベッドのところにベッド置きたかったの。これとこれ。
れ、ベッド2個しかないよ。メルちゃんと妹メルちゃんとあとネネちゃん3人いるんだからね。じゃあ今度ベッドも作ろう。あとはここにお風呂。よいしょ。なんか目がチカチカする。さすがにごちゃごちゃしすぎたね。あー、お姉ちゃんメルちゃんずるい。このうち独り占めしようとしてたでしょ。現行犯だからね。いや、違うよ。ちゃんと覚えてたもん。ベッド2つしかないねって話してたよね。確かに話してたね。ならいいんだけどさ、なんで声かけてくれなかったの？新しいお家にはしゃいでたの。後で呼びに行こうと思ってたもん。ほんとだよ。わかったってば、お姉ちゃんメルちゃん。よし、みんなで探検してみよう。あ、これ窓だ。ほんとだ。カーテン開けれそう。プチ、ちゃんと換気もできるみたい。ねねちゃんすごーい。あ、この靴箱なんか怪しい。ほんとだ。ネジ外したら開いたよ。単四電池2つ入れて装着。玄関に回ってポチッとな。妹メルちゃんすごーい。で、お姉ちゃんメルちゃんは何か発見した？とりあえず全員靴脱ごっか。質問コーナー。しれっとぬるっと再開するよ。ねねちゃんたちに質問があったらコメント欄にペンネームと質問を書いてね。じゃあこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。次の動画で待ってるね。バイバーイ。